フラン・ミルフェ・デリコレーエースは、ドミニカ共和国産、クリストバル州パレンケ出身のプロ野球選手。ウトウミギウ MLB のクリーブランド・インディアンス所属。愛称は、ラモレ。サンディエゴ・パドレス時代2011年に、サンディエゴ・パドレスと契約して、プロ入り。2012年、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・パドレスで、プロデビュー。 67試合に出場して打率、267、4本塁打、37打点、12盗塁を記録した。2013年は、ルーキー級アリゾナリーグパドレスと A-9、ユーにニエメラルズでプレーし、2球団合計で57試合に出場して打率、292、4本塁打、34打点、5盗塁を記録した。2014年は、 A 級フォートウェインティンキャップスでプレーし、128試合に出場して打率、248、11本打五59打点、1盗塁を記録した。2015年も A 級フォートウェインでプレーし、123試合に出場して打率、255、8本打六62打点、10盗塁を記録した。2016年は、 AQ レイクエルシノアストームでプレーし、130試合に出場して打率、278、16本類打83打点2盗塁の成績を残した。2017年は AQ サンアントニオミッションズでプレーし、135試合に出場して打率、258、25本類打102打点4盗塁を記録した。オフには、 アリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。2018年は、開幕から、トリプル A 級、エルパソ・チワワズでプレーした。外野人の相次ぐ故障により、5月14日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。同日のコロラド・ロッキーズ戦にて、6番、右翼手で、先発出場して、メジャーデビュー。翌日に初案だ。 21日のワシントンナショナルズ戦で初本塁打を記録した。同31日にマイナーに戻った。7月10日に再昇格したが、代打出場のみで再降格した。8月初めに再昇格してからは、出場機会も増え、成績も向上していった。8月30日のロッキーズ戦ではさよなら本塁打を放った。最終的に十七試合に出場して打率。 280.16本塁打31打点の成績を残した。オフに右膝の肉離れを治すために手術を受けた。2019年は開幕をメジャーで迎え、生右翼手として起用された。前半戦だけで25本塁打を放った。クリーブランド・インディアンス時代2019年7月30日に三角トレードの一角として同僚のローガン・アレンやビクター・ノバ、 シンシナティレッツのヤシエルプイクラと共に、クリーブーランドインディアンスへ移籍した。ありがとうございます。